同じことしか言わないんだけど、同じこと言ってんの第一に。ここ来たらやられちゃうのね。だから線でもらってるとか、来た時に力がギュッて入った時には僕は何でもできるっていう状態にしておきたいわけですね。だから線ね、こう線するのやるね、そうです。何度も言ってんだけど、これここの手感づいてんのね。感づいて、僕は感づいてんの。でボカってくるとかさ、感づいてないとやられちゃうの。だからやられないために武道やってんだから、生き残るために武道やってんだから、だから彼女の全てを感づいて掌握してるっていうことが大事なので、こう転換してあちらへどうぞやったんだよね。あちら、彼女はあちらへどうぞの時に僕は資格もらって、彼女でもこういうとこ感づいてるの、こういうとこ触ってるから感づいてるので、足、例えばね、例えばだけどこの足を引いてこう来たら感づいてる、感づいてるから足を引いてくるなってのを感づいてるの。足を引いてくるなって感づいてるからこういうふうにできるの、できるのね。で感づくのが仕事だから、で感づいてないとやられちゃうの。感づいてないと想定外のことやられちゃうから、やられちゃうの。だから想定内に収めておきたいわけ。だから全て感ずるっていうのが、稽古していろんな人と稽古してると感じるやす、なんていうのかな、いろんなこと感じれるので、ただこうやってやって、初心者のうちはただこうやってやってんだけど、資格取ってね、こうやってやりましょうってやってる。でも上手くなればなったほどこういうとこ感じてんの。だから何やるか分かってんの。だから何やるか分かってるから、それに応じてこういうふうにやってんの、なんか知らないけどこうやってんのね。そういう感じるのが練習だから、こういう形の練習じゃないの。形の練習してる人多いんだけど、形の練習じゃ、感じるのも練習なので、感じながら自分が安定してる、資格もらってる、そういう話ね。でそういう話だ。それ上と下もやってんの。こう上と下感じてんの。ほら何してくるか、これぼーっとしてたらボカってくるよ、こうやってこうやって、この手でボカってこうやってくるのね。でもこういうとこ感じてっから、来るなってのが分かるから、ほら来て、なんていうのかな、そういうの感じる練習だと思ってやってんの。でやらないとダメなの、形の練習になっちゃうから。形の練習、形を教えてるわけじゃない、感覚を教えてんの。どういう思想でやってるかとか、どういうふうに考え方やってるかとか、そういうことを伝えてるの。形を伝えてるわけじゃない。形をやりたいんだったら、そういう先生のところ行った方がいい。僕がやってるのは形じゃなくて、相手の感じ、この感じを伝えたいの。だから形じゃない。形は良くないですよ。あるときはこんなだったね。あるときは形は良くないから、形は真似しないで。精神だけ真似して、精神、ね、精神、いいとこだけ真似する。人の悪いとこ真似したってしょうがない。僕は まずいんだけどね、人のまずいとこ、いいとこだけ、もらって、真似して。で、僕がやってるのは精神、こういう感じでやるか、感じでのか、それを真似してほしいのね。じゃあ少しやろうか。上。これ感じてんの。で、下、これ感じてんの。そういう感じね。これはすごい刃物だから。刃物、木でできてるけど刃物としてやってんの。で、彼来たら、こう、ほら、刃物自由。やっつけれんの。でも、カチンカチンに、この腕カチンカチンにしてたら、わーっとできないんだよ。止められちゃったの。わーっと。ほら、すげえ力で止められた。で、刺したいんだけど、筋肉入っちゃってるから刺せない。でもね、力を抜いて、こうやれば刺せるの。で、持ち替えて、ポカって、やるとかね。力抜いてリラックスして、状況が分かってる。こういうふうにカタカタって言ったらできないの。ほら、できないんだよ。抑えようと思ってんだから、彼は分かった。ほら、抑え、まっ刺そうと思ったら、ほら、筋肉入れたら刺せないの。でも、筋肉入れないで、ほら、一回こっちやって、ポカッ。ほら、そしたら力いらないんだよね。力いらないって言っても、力抜いてたらダメなの。こうやって持ってるから、ほらね。ああ、そしたらやられちゃうの。ポカッて、これこっちからしたの。来たの。でも、この力
抜いてるから自由に動くんだけど、こういうとこね、自由に動く刃先とか使えるんだけど、力を抜くんじゃなくて、その第3番目って言ってるんだけど、力を入れんじゃない、抜くんじゃない、第3番目の力を使いなさいっていうのはそういう話で、カッと、これ第1番目、第2番目は死んじゃったの、僕の手死んじゃった、そしたらやられちゃったので、第3番目っていうのがこういう刃物使える手で、力は抜けてて自由に動きます。で、ガチガチ持ってる、ガチガチ持ってる、力入れたらできないんだけど、ほら抜いてこう、こう、こう、これ、こう、ほら、ほら、使えるよね。で、嫌だったら、こう、これ以上いかない。こう、例えば、持たれちゃっていかない。これ以上。そしたら持ち替えて、こう。で、持ち替えた時に、これ嫌だなって彼は持ってくる。と、これ両手取り。こういう形、両手取りね。で、持ち替えることもできるし、足も自由に動ける。僕は持ち替える。で、足も動ける。で、こっちとこ抜けてる。抜けてるから自由に動く。そういうふうにやった方がいいわけ。で、こういうのを藤井さん用意してくれたから、これみんなあそこにあるんだな、多分な。あるからね。一人一人、鳥の人が持って刃物を持ってるつもり。持ってるつもりでこの刃物を有効に使う。有効に使えないと、刺そうと思っても刺せないんだよ。ガッと、ほら、抑えられちゃったんだよ。抑えられちゃったら、こうやって有効に使って、こうね、こうかって。そう、有効に使う練習。刃物とか全体を有効に使えないとダメなの。刃物もそうだし、自分の足とか手とか気づいてるってことね。気づきがないとやられちゃうの。だから武道やってんだから、みんな気づく練習を武道でやってんの。だからどういう状態になってるか、どういう風な刃物を抑えられちゃってるかとか、それ気づく練習だから、そう思ってやってほしいので、こうやって刺したいんだよね。刺したいんだけど、抑えられちゃったら、こう持つとか、こう力抜いてこうに合わせてくるとか、で刺して、最終的に刺して、そういう形。で、こういうの使うとすごく便利だから、わかりやすいから。素手でやってるよりもね、素手で力抜けなんて言ってんだよね、みんなね、先生方はね。じゃなくて、こういう刃物を使って、どういうふうにうまく利用するかっていう、そういう話だから。じゃあちょっと藤井さん持ってるからね、あの各人これ持ってやってみましょう。自由に使いなさいって、これをうまく使って利用してうまくやりましょうって言っても難しいから、形いろいろあるからね。ちょっとうるさいよね、あのうるせえぞって言って、まあいいや。で、何しろじゃあ合気道の形を使ってね、やりたいと思います。で、こうやって来たら止められちゃったら起きて回ってきたら、ほら、やら、この刃使えるのね。これ四方投げっていうの。こういう形ね。こうやって来たんだけど止められちゃったら、ああ、止められちゃったら、ちょっと待って、止められちゃったのね。こうやって、ああって動けない。だしたら、しょうがないからこうやって合わせてきたの。そして隙間を見つけて、この刃をこうやって落としてきたの。そしたらこう来ちゃった。そういうふうにやったね。やりたいのね。これ四方投げって形。な、この手をいじめてやってるんじゃなくて、刃を使うために刃をこういうふうに使いたいんだけど、これ止められちゃったの。だから合わせて向こうを切って、あ、こっち来てる。これ重心切った。バテ切った。そういう話ね。じゃあ四方投げから足を自由に使うこと、それから刃を有効に使うこと。これ手でやったらカッと、手は難しいから、こういう手を使った方が分かりやすいの。ほら。ね、そういう話だから。じゃあちょっとやってみましょう。はい、どうぞ。この、なんでこうじいさん連れてきたかっていうとさ、硬いから分かりやすいの。すごく分かりやすい。ほら、反応してくれるしね。ほら、反応してくれるでしょ。で、今度、今は四方投げやったんだけど、こうやって転換と同じなの。転換っていうのは向こうへどうぞ。あちら、あなたあちらへどうぞ。あっちの方ですよって。ほら、あっちの方行っちゃったの。あっちの方やってんの。それで来たの。それで、こっち回ってきたの。わかるよね。こちらやらないと、こっち行ったら、ほら、離れちゃうんだ。あちらへどうぞ。あちらってのは、僕が通り越して、あっち、
鏡の方へどうぞって、ほらどうぞで、あっち行きたいんですか、どうぞ行ってくださいねって言っといて、僕はこういうふうに変わったの。そういうか形だからね、あのそこのとこ忘れないで。それから気づくっていうのは武道すごい大事だって言ったんだけど、相手のこと気づくっていうのは、相手の反撃とかそれに気づいてるって、いつも気づいてるってのは大事なんだけど、自分の形、それに気づいてないとどうしようもないの。だから自分の形と相手の形がちゃんと、ちょっとこうやって展開して、あちらどうぞでしょ、その時にこうに手が離れちゃった、外に出ちゃったらやられちゃうんだから、やられちゃうから気づいてろってこと、気づいて自分の中に入れとかなきゃいけないの。それで手はまあ上の方がいいんだけど、で額に来て、でどの瞬間をとっても自分がちゃんと相手の方に なんていうのね、あの気づいてなきゃいけないっていう話で、気づいてないとやられちゃうんだから、彼の方が強かったらこうやっては外れてたらやられちゃうんだよね、こうやって。だからいや彼は安定してて僕は不安定じゃなくて、こういうふうに自分が安定してて彼は不安定、彼はかかとはどうでもいいの、彼のことはどうでもいいってわけじゃないんだけど、壊れない程度にどうでもいいので、それからね、こうやって縦にこう縦にこうに来たの。これを横にやってないの。こうやって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 、歯筋見て、横にやってないの。こうやってこうやって行かないから、縦に来てるの。縦にこう来たら縦に、ほらこう縦に来てるの。これを横にしちゃダメ、横にしたらもうほらもう垂れちゃうんだから、だからいつも縦でこうピュンって振ったら、ピュンこういう、こうこれ一番安定してる姿勢なの、この勃拳振るのね。いろいろありますよ、あっちでやってるみたいにさ、こうやってあるけど、基本はこれだから。基本は脇が締まってて、脇を開けない、横にしない、横にするとやられちゃうから、これやられちゃうから、こうやって、それでまっすぐついて、まっすぐ縦ね、そういう話で、いろんな形があるので、今しょうがなきゃやったんだけど、これこうやってして、嫌だなって、こんなんなんじいさんで嫌だなって、で後ろ来たの。そしたらこうおはようって落ちてきたの。そしたらこうなったね、小手返しっての、それは離れたの。こうやって来て、こうやって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 来たのね。そしたらこう離れたの、離れてポカって、そしたらこうやって落としてきたの。そしたら小手返し、これこうくっついちゃったからね、くっついちゃってきたから小手返しやったのが、こうやってやって転換して、くっついてるよ、これくっついてる、くっついてる、そうだよ、かかってもね、よくかかってもね、ここほらほらで、こういう感じこうね、くっついて、それからこうやって離せるんだったら、こうやって離してきて、こうやってできるよ、この手なければ、こうやってきて、こうやって張ってね、こうね、できるよね。離して別の手でこっち持って、こっち今くっついて、この手ついたまま来たんだけど、この手こうやって離しちゃうの。こういう、そうそう、当然彼は待ってりゃ振り返ってきて、ボカってやられちゃうの、こうやってカクッときちゃうの。だからやられちゃうんだから、こうなった時に来るなって分かるのね、気がついてるから。こうやってきた、まあいや、ちょっと待って、こうやって持ってきて、こうやって、いや、嫌だなって、そしたら振り返ってくるの、その前に落としたの、その前に、やられちゃったら死んじゃうんだから、だから、やられる前に忘れを落としちゃう、そういうふうにやってんの。じゃあ、小手返しやってみようか、剣使ってね、やってもいいし、剣使ってやった方がいいじゃん。じゃあ、あのね、手は使わないっていうのはね、そういう、こう、あちらへどうぞなの、あちら、いいよ、あちらへどうぞなの、あちら、そして、この手を使うと、ほら、やられちゃう可能性が多いの、来ちゃうのね、彼。だから手は使わないの、あっちやって、
こうやってやったら自分がこの手が引っ張られてんの、ボディに、ボディに、ボディに、そして落としちゃうの。そういう風にやった方がいいの。それじゃないとこうやってやったらやられちゃうんだよ。だから手は使わないって、使わない練習ですってよく言ってんだけど、そういう話ね、そういう話だから手は使わないで、ボディの体さばきでやっつけてるってのやってるの、そういう話ね。だからこの包丁使って手使ってないんだから、手使ってないんだ、こうほら剣先使ってんの、だからこうやってほら肘がこうやってできるんだよね。そういう話だからね。じゃあ形は四方投げから始まったんだけど、四方投げこうやって、四方投げこっち来たんだ、この隙間こうやって上がってきたの、隙間見えたの、今はこう来て、こう来たのね。で今度は彼の後ろ、四方投げは前から来たんだけど、彼の後ろに入ってくるの。そしてこう抜けてこう入ってくると、こう入り投げになるの。前と後ろの違い、こうね前に入ると四方投げなの。待て、四方投げこっち来るからね、四方投げこれ、こっち来ないで、こっち来るの、こっち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 、そして上が来たら、こういう感じね。こう前に来たのと、こう後ろに来たの、その違いだけ違うのね。で後ろ来たの、後ろ来たの、こっち、こっち、こっち。いや、彼はちょっと待って、こうね、ちょっとこうなると彼の方が線になって、俺はやられちゃうんで、説明しながらやってるからすごく難しい。まあね、こうギュッて力入る前に、ほら、あちらへどうぞなのね、あちらへどうぞ。で、あちらへどうぞやらないで入っちゃうと来ちゃうの、ほら、彼来ちゃうの。だから、あちらへどうぞやってから、ね、それ自分がこっちへ、こちら、こちら、目見える?こっちね、こっち。これ、それで、こう、オフに入って、こう来たの。そういう話ね。じゃあ、塩投げやってみようか。入る方向が違うだけだから、逆転入って。そして、逆転ってかな、あ、向こうへどうぞやってる。そして抜けて、ここほっちっちにしてて、繋がってんので、自分はこっち入ってるの、こっち。僕は元はそっちいたんだけど、こっちにいたんだけど、僕はそっち入ってるの、こう入って、でこっからここで落とすんじゃなくて、ここで落としてるの、ここ反対、真反対でね。それから落としてんの。そうするとこうなって、ほら、こうなっちゃったな。で、ボカって、こういう形。ね。じゃあ、ちょっと、入り身投げも、足の方向が違うだけだから、入り身投げでもね、四方投げでも、小手返しでもない。場所の、相手との感覚とか、相手とのその、タイミングが違うだけだから、同じだから、技はね、技。意識は同じ。そういう。じゃあ、入り身投げやってみましょう。上下に崩すっていうの、すごく大事なの。そうですね。こう、来たでしょ?あ、彼は向こうなんだけど、彼は向こうなんだよね。こう、来てるから、こう、彼のちょうど反対側にこうに来たら、この手は下に落として上にやるの。で、横にこういうふうにやったらダメなの。だから、自分がいなくなって、こっち来たのね、こっち。そしたら下に落とすの。下に落とすの。そして上に出すの。上にってのは真上に、ここに。そして出るの。そうするといいの。ところがよく、みんな見てるとさ、こうやって来てさ、横に出してるの、横に。で、こうに、なんかやってんだよ。こうやって、下に出すんだよ。下に。そして上、真上に出すの。それをみんなこういうふうになんか知らないけど、こうやってやってっから、下じゃないの。そっちは下じゃないよって言ってんだけど、下っていうのは自分のいるところ、立ってるところとか、そういうところに真下。下だから、下。真上ってのは真上。あっちじゃないの。真上ってのはこっち。真下ってのはここ。あっちじゃない。下なんだけど、
あっちは下じゃないから、下はここだから、ここ。こういう風にやってほしいんだよね。じゃあもう一つね、じゃあ次のやつ、やりましょう。じゃあ、今こういう風に、こう、ね、こう入って、こう入って、ね、入って。で、入り身投げこっち。そして今度は、こう入ってきたんだけど、こうやめたってこう入ってくるとこうなってくる。表から入れるの。こう、こうに、こうに、こうに。それで自分がこう。こうね、下、下だよ、下。これ時やっちゃいけないのは、向こうへ出すの。こう来た時に向こうへ。もうちょっとやって、もうちょっとやって、こう、こうなってる。こうなっても、こうなっても向こうへ出すと、彼は逃げていっちゃう。逃げていっ。ほら、逃げちゃうね。下に、逃げられないように下に落とすの。逃げられないように下に、自分の中心の下。ここ、ここ、ここ。すると逃げられないの、彼は。向こう足ついていけないの。こうやってやってると逃げちゃうの。でもこうやって下げてきちゃって、下げてきちゃって自分がここに出ちゃったら、彼は逃げよう、逃げ場所がないの。で、上下やってほしいのね。そうすると場所の、いや、こうやったら一挙系、こうやったら四方形系、こうやったら一挙系。で、一挙系の技ね、今度ね。こう来て、向こう、向こうへどうぞ。そしたら、こうやって戻ってきたら、こっちから入るの。こっちから。それで、ここ。ここ狙ってんの。ここ。狙って、ちょっと曲がっちゃった。そんな力でね。こう、ね、こう、こう。そして、こう出す。そういう、そういう一挙系ね。そういう、そういう話ね。で、こう、こう来たら、向こう、向こう、向こう一個ね。一個向こう。そしたら、へそにまとめてきて、そうするとここが空いてる。そしたらここ隙間、隙間見える。隙間ね、こうね。だからまっすぐ上げる。まっすぐ上げる。こういうふうに離れてたら近くにはできないから自分が近づく。と、ここ見えるね、もっとね。そしたらこっちから入るの、こっちから。こういうふうに入るの。で、上に出すの。こういう、こういう。出すと向こう行っちゃうから。上に出すの、上に、上に。こういう。こう出たらこれ手やるよ。この手、この、この手ね。この手や。じゃあどうする？やられちゃうんだよね。やられちゃわないように。やられちゃわないように、この手。ここ。ここをこういうふうに出しておくの。上にテンションかけるの。そうすると中に入れるの。こういうふうに。ほら。これすごく難しい。難しいんだけど、説明できないぐらい難しいんだけど。そうするとこの手死んでんの。で、手、テンションかかってんの。で、手死んでんの。この手。で、自分が中に入っちゃったの。そしてこの足をこっち閉じてくると、彼は行き場なくなってバタッと倒れちゃう。こういうふうに、ほら、倒れちゃった。倒れちゃったね。あ、ちょっと待って。倒れちゃったんだけど、まあいいや。倒れちゃって、倒れちゃって、だから今度こっち。こっちじゃなくて向こうへ出すの。頭の方へ。こういうふうに。そうすると彼は、こういうふうにベタッと座って、こうなる。ちょっと難しいけど、まあ、じゃあちょっとやってみよう。一挙。一挙系ね。一挙系。場所が違うだけ。こっちってのは、他の世界もそうかもしれないけど、全部相手と自分との関係。ね。関係な。で、彼は、こういうとこ寄り所してくるのね。で、ぐーっと寄ってきてから、そのまましとかないで、まあ、彼が向こうだったら向こうね、どうぞ。それからこうね、それからこう、それでから変えて、ボカって、ね、こう、そういう形ね、そういう形。で、今の一挙の形。で、今度じゃあこうやって上げて、向こうへどうぞやったら、こう下げてくると彼、こうなってきて、こういう形なの。で、まあ、出ていけば、そうそうですね。これ、向こう転換。どうぞ。あちら。あちら。そしたら手を。この手をさっきはこうへそに持ってきて、自分の近いところ、それからね、遠いところでこういうふうにやってると、すごい大変なの、これ。だから自分に近くて彼に遠い。その方が楽なの。で、こう近づいちゃうの。こうやってやってたらすごい大変だよ。これ、テコだから。近い方が楽なの、これ。ほら、自分に近いでしょ。で、こういうふうに上げてきてるの。そして、
場所もらったの。そういうふうにやった方が楽なの。これ遠くでやってたらすごい大変。わ、大変なんだよ。はぁ、大変だね。でもそういう話。あ、そう、全然どうしたんだっけ。あ、そうか。こうやってやって。今度はここね、ここね、ここ、こう。そうするとこうなって、こうなって。ちょっと、まずいな。こうなって、向こう転換。転換。そしたらこの手を出すの。こっちへ出すの。そうすると引っ張ると彼は頭が下がってくる。こういうふうに。で、十分下がってから持って、自分が入っちゃうの。こうに。これ、入りすぎちゃうと彼は、この手生きて、この手やるとやられちゃうの。だから、やられないとこまで下がって、それから、ぐーって、やられないように、こういうふうに、この手で、こういうとこやられないように、こういうとこ大事ね。もしくは、こう下げて、持つ。こういうふうに持つ。こういうふうに持つ。こういうふうに持つね。こういうふうに持つ。こういうふうに。そして、この手。ちょっと待って、この手こういうふうに持つ。そしてこういうふうに出す。そうするといろいろできますから。こう転換して下げてくる。そしてこのままこう持ってれば、このままこういうふうにやってもいいし、こうやって持って、こうやって出してもいいし、いろいろできますから、それが一つね。それと今外転換でやったね。こうやってそのまま出したの。今度は内に入るの。内にこういう。そうするとこう持てる。内側と外側と両方できるから、こうやって外側向こうへ出して、この手を出して、今の外転換こういうね、こういうで、こういう外転換、それからこう出して、この手ここでやると来ちゃうから、ここでやると来ちゃうから、来ちゃうのね。だから、資格もらってから、この手来ないよ。それでこういうふうに入るの。そしてこの手こういうふうに持って。で、外転換と内転換。じゃあちょっとやってみよう。はい。どうぞ。ちょっと、このまま下げてくるのは難しい。このまま下げてくるのはちょっと難しいかもしれない。こうやって上がっちゃうから、顔は上がってるね。だから、こうやってさっきより一挙と同じ、こういうふうに来てから、こういうふうに来てから、それからこういうふうに下がっときた方が楽かもしれない。このまま行っちゃうのはすごい難しいから。このままこう、来たら向こうが立ってるよね。すごい難しい。だから、これ一挙でこうやって、一挙で転換して、へそに押さえて、こう一挙。こういう形。そしてね、こういう形でここをこういうふうに入って、この肘がやだから、こういうふうに。そうするとこういうふうになる。こうやって一挙の形で押さえて、それからの方が楽かもしれない。じゃあやりましょう。どうぞ。で、こういう時もね、彼の近い、僕が遠いとやられちゃうの。やられちゃうの。彼がテコだから。彼の重心使えるでしょ。だから彼の中心に持ってくとやられちゃうの。だからこの手は自分の中心、この手、この作用点っていうのは自分の中心にこういうふうに持ってくるの。そうすると彼は浮いてくるよ。ほら浮いてくるよね。そこをやっつけちゃったの。だからここはテコだから、テコの作用点なんだよ。力点か。で、作用点はどこだかな、名前知らないけどさ、何しろ手は短い方が楽、ほら。で、頭かけとかビール飲めとか、いろいろ言われたの。耳かけとか、頭かけとか。なるべく自分の体側に近いの。そして近いの、ほら。近い、耳かけてるんだよね。そしてそのまんま、これ長いから、ここ短いから、ここ、すごく短い。そして僕の体使える。だからこう、ほら。そういう感じね。これがこう、彼の体側行っちゃったなーって笑っちゃうんだよ。そういう話だ。おーって、こう、近いの。で、こっち。そういう感じね。じゃあ、ちょっとやってみましょう。はい、どうぞありがとうございました。